ジェラルド・フランシスコ・ールマンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンノゼ出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。引退後は、サンディエゴ・パドレスの監督と、球団専属アナウンサーを長く務めた。1942年にニューヨーク・ヤンキースと契約して、プロ入り。マイナー時代、第二次世界大戦に、米軍の一員として参戦している。 1949年にメジャーデビューを果たすとすぐに二類のレギュラーに定着。二年目の1950年にはオールスター選出、ワールドシリーズでは華麗な守備を見せてベイブルース賞を受賞した。1951年以降は1954年を除いてほぼ控え足としてプレーし、1957年に朝鮮戦争に出兵した後、1960年に 引退を表明。引退後は、マスメディア界に転身し、1963年から、ヤンキースの試合中継を担当の後、1972年より、サンディエゴパドレスの専属キャスターを監督に就任した1980年を、除いて2012年まで40年間務めた。その間の2005年には、野球放送における、殿堂入りといえるフォードシーフリック賞を受賞した。 コールマンのネーム、サンディエゴパドレスの永久欠番扱いとして2014年、指定。2014年1月5日に、サンディエゴで死去。死後、パドレスは、長年のコールマンの功績を称え、名前をもって永久欠番と同格で検証した。ありがとうございます。